始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タレパク講師のアンドゥです。今回も面白そうなゲームを見つけたので遊んでいきたいと思います。それがこちら、君の偽物に恋をするというゲームですね。こちらどういうゲームなのかと言いますと、まあ、簡単に言うと、まあ、なんか昔失ってしまった彼女、その彦に超似てる子が現れましたと。で、主人公はどうしていくのっていう感じのゲームでございますね。早速遊んでいきましょう。はじめからショックの強い表現、怖い怖いな。これまさかのホラー系かな。違うよね、多分俺うるうる系だと思ってるんだけど。吐く息の白さと降る雪の多さに嫌気がさす。子供の頃は雪が降っただけで嬉しかったはずなのに、今は不便さや不快感を抱くようになってしまった。どうして変わってしまったんだろう。あ、本当だ、すごく雪が降ってる。急ぎ足で会社までの道を歩きながら一日のスケジュールを思い浮かべる。あ、なるほどね、社会人か。あ、打ち合わせって言ってるね。ってことはマネージャー的な方、そういうことか。マネージャーと失った彼女、ちょっと楽しみだな。何をしていても幸せだと微笑んでくれた。泣き顔なんて見たことがなかった。あ、また余計なこと考えてる。僕はこの街が嫌いだ。この場所にいると君のことを思い出してしまうから。それでも僕がこの街から離れられないのは君のことを思い出してしまうからでしょ。ああ、やっぱり。なんだろうね、いなくなっちゃっただけなのかな。普通になんか死んじゃったっていうわけではなさそうな語り口調だけど。懐かしい光景が視界に入った。つい2年ほど前まで僕はここにある小さなカフェでバイトをしていた。そこにお客さんとして現れたのが刹那だった。これが彼女の名前かな。刹那泣いてたんだよな。過去を思い起こしながらぼんやりと店内を覗き込む。いそいそと働く店員に見知った顔はない。まあ2年も経ったらね、もうあれだよね、バイトの入れ替わりとかもう世代交代とか入っちゃう時期ですから、なかなかね、もういないですよ知り合いは。僕の視線の先は自然とあの席へ向く。かつて彼女が座っていた場所。何気なく眺めただけだったけれど、目の前の光景に僕は釘付けになる。嘘だろ、心臓の音聞こえる。あまりの衝撃に自然と声が漏れていた。彼女、まさか。待ち焦がれ続けた横顔がそこにあった。僕は流行る気持ちを抑えきれず店内へ入った。いらっしゃいませー、何名様ですか。ちょっと対応する店員の声を無視し、彼女の座る席まで歩くと、スマホの画面を見つめる彼女に向かって声のボリュームを気にせず叫ぶ。え、刹那、え、感動の再会、ここでまさか。もうハッピーエンドなんですけど、急に祝刹那との出会い。やっぱり東大元暮らしは存在したっていう感じだよねこれきっと。あの頃のあどけなさは感じられなく、最後に会った時よりも髪も随分と長くなっている。彼女の姿は自分の知らない綺麗な大人の女性のように見えた。僕の声を聞いた刹那がゆっくりとこちらに視線を移す。刹那、ずっと探してたんだぞ。今までどこに行っていたんだ。急に亡くなったりして。彼女を一目見ただけで思いが言葉になって溢れてくる。彼女、ごめんなさいあなた、みたいな表情を変えることなく彼女はぼんやりとこちらを見ている。多少雰囲気が変わってこそいるが、今僕の目の前にいる女性は2年前にこの場所で出会い付き合うことになった女の子。1年前、何の前触れもなく目の前から忽然と姿を消した僕の彼女、刹那に違いなかった。すいませんお客様、周りのお客様のご迷惑になりますので店内ではお静かに、とりあえず受付まで戻っていただけますか。ここから知らない声が聞こえ、ぎょっとすると店員がイライラしながら僕に話しかけていた。それそうだよね、店員側からしたらとんでもない客来ただもんね。いきなり入ってきて窓際かどっかに座ってる女の人に向かって施設だって言ってるんでしょドラマがここはって心の中で突っ込むもん、それ間違いなく。あ、いや、今はそれどころじゃ、この機を逃せばもう二度と彼女に会えないかもしれない。他人に構ってる暇なんてない。嫌な焦燥感に駆られる僕の耳に、あ、口を開けた。すいません、この人は私の知り合いです。うわ、やっぱり刹那だったの。本当に、だってなんか偽物の声って言ってなかった。俺、彼女が、え、そのことに少しだけ違和感を覚える。とりあえず座って。
彼女が目の前の席へ座るよう僕を促す。僕は言われるがままに席に着いた。ではごゆっくり。連れなら最初からそう言えよ。店員ブチギレ。店員ブチギレすぎだろ。そんなこと今の僕にはどうだってよかった。さっきはごめん。久しぶりだったから動揺しちゃって。頭をかきながら彼女に詫びる。一年ぶりだよな。刹那は少しだけ考えるような素振りを見せると、口重そうに話を切り出した。うわ、BGM 消えました、ここで。うわ、どちら様ですか？赤の他人？それは動揺が隠しきれないよね。僕は、ここで選択肢急に。君のカレピデで行こう。僕の言葉を聞いた彼女の表情が一瞬にして曇る。私の彼氏？それ、何の冗談ですか？これって流行りのナンパか何かですか？だとしたら最低ですね。店の中で周りの人に迷惑かけて。ナンパって何言ってんだよ。あなたこそ何言ってるんですか？だって私たち初対面ですよね。刹那のよそよそしい態度に僕の嫌な胸騒ぎのようなものを感じていた。1年という歳月で人はここまで変わってしまうものなのか。喋り方も雰囲気もあの頃とは全然違う。これではまるで本当に他人みたい。初対面ならさっきのは何だったんだ。さっきの知り合いだって話してくれたじゃないか。ああ、彼女は僕を責めるような口調で言葉を続ける。だってああでも言わないと店員さんが納得しなかったでしょ。下手すれば迷惑な客がいるって通報されてましたよ。彼女の優しさはただのショックだわ。え、なんだ。前夜彼女から珍しく電話があった。あの時僕は彼女に対して不誠実な態度を取ってしまった。そのことが彼女を傷つけてしまったんじゃないか。刹那が最後に電話をくれた時、仕事の忙しさを陽気に僕は君の話をちゃんと聞かなかった。ごめん、ずっと謝りたいと思ってたんだ。何の話をしているのか本当にわからないんですけど。とりあえず名前聞こうよ、彼女の。刹那じゃない、じゃない？それか、記憶喪失か。あ、聞いてる。君は刹那だよね。バカな質問だとは思わなかった。むしろ望まない答えが返ってくるような気がしていた。いいえ、私の名前はトアですよ。え、刹那とトア？これちょっと、先読みすると、刹那はきっと名前的に時間制限みたいなのがあるんじゃない？刹那の瞬間とかっていうじゃん。だからその前日、その日を境にもう刹那はいなくなって、このトアっていう子に入れ替わりましたみたいな。二重人格説押すわ俺。彼女と話をし始めてから抱いていた不気味さや違和感、その正体に僕はようやく気づいた。この子は僕の知る刹那とはあまりにも中身が違いすぎる。でも容姿は彼女そのもので、まるで彼女のドッペルゲンガーに出会ってしまったような、そんな薄気味の悪さなので人違いだと思いますよ。こんなことが本当にあり得るんだろうか。人違い？え、証拠を見せてくれ。はい。あ、だから BGM 変わった。君が刹那じゃないってことを証明してくれ。そうすれば諦めがつく。え、諦める気？でもどうしても納得がいかなくて。彼女は短くため息をつくと観念したような表情で口を開いた。免許証とか？あ、ナンパじゃないよってところ。あ、ごめんなさい、さすがに言い過ぎたかも。いや、いいんだ。君の立場からすればその通りかもしれない。しかしナンパではない証拠か。何でもいいですよ。例えばそうですね、あ、写真とかどうですか？見間違うくらいなんだから私に顔そっくりなんですよね。写真はないかな。刹那は不思議と写真を撮ることを嫌った。何度か無理にツーショットを撮ろうと試みたことはあったが、僕がデータを消すまで決して許してはくれなかった。ないんですか、彼女なのに。じゃあライソは急に著作権だな。でも他人のライソを見せるのは嫌ですかね。刹那は、彼女は携帯持ってない。彼女は自身の利益が残る行為を嫌った。だから僕らが普段会うときは時間を決めて待ち合わせをしていた。僕は彼女に連絡先を伝えていたけれど、電話をかけてくれたのはいなくなる前日の一度きり。アナログ人間だからと笑っていたが、今考えてみると少し妙ではあったと思う。やばい、これじゃ何も言えないよ。トアからしたらそうでね、ただのナンパだよ。トアがムッとした表情でこちらを見ていた。今就活中であまり時間がないんですよ。ああ、それでスーツを着て。なので用がないならもう行きますね。彼女は自分の支払い分をテーブルに置くと席を立とうとする。え、ちょっとどうする。今読み止めなければもう二度と彼女に会えないかもしれない。僕は、いや、掴め。
ここで話すわけにはいかない。彼女は焦ったような表情でこっちを見返してくる。あなたと話すことはもうありません。刹那、そんなことを言わないで。私、刹那って人じゃないし。そうだ、思い出話をしようと。僕は彼女をつなぎ止めたい一心で苦し紛れに会話を続ける。初めてのデートで水族館に行った時、刹那、マグロが泳ぐのを見て中トロだって言ってさ、僕それがおかしくて、あの、私時間がないって話しましたよね。やばい、このトアの心の何かに届け、俺の泥け話、響け俺の思い、届け愛の形。彼女の鎖骨あたりに触れてしまった。こいつ終わった。待って、なんかいろいろまずい方向に進んでない？大丈夫？あれ BGM 消えたぞ。警察行き？あ、殴られた。やばい、もう彼女に会えなくなっちゃう。遅いだろ。音聞いた瞬間に、あ、ビンタされたーで倒れるだろ。それぐらい理解しろ。セクハラ最低ですね。ああ、終わった。え、もう会えない、これトアに。え、あ、バッドエンド、ミスったわ。バッドエンド2だったわ。嘘、ちょっと待って、セーブ忘れた。さっき肩を掴んでおっぱい触っちゃったから、おっぱいじゃない、鎖骨を触っちゃったからセクハラ呼ばれされた。だからここは一回諦めよう。きっと多分就活生って言ってたから、この主人公の就活先に面接に来るんだよ、きっと彼女が。そういうことな気がする。いえ、私の方こそ初対面でいろいろと失礼なことを言ってしまいました。ごめんなさい。いい子じゃないですか。それじゃあ、あの、私本当に時間がないんで。そうだよね、ごめん。正直なところまだ彼女を返したくはなかった。聞きたいこと、確認したいことは山ほどあるし、何よりまた会える保証なんてどこにもないからだ。それでも今これ以上の追求は彼女を不快にさせるだけな気がした。就活頑張って。いい人やな。いなくなった彼女みたいな人がいて飛び込んで、ここでグッと抑えられる男、素晴らしい。ほんの少しだけ刹那に似ている気がした。やっぱりドッペルゲンガーなんじゃない。ドッペルゲンガーじゃない、二重人格なんじゃない。仕事が終わり、帰り道を一人歩く。正直今日は仕事が全く手につかなかった。上司はおろか、後輩にさえ上の空だと注意される始末だった。あ、後輩にも注意されちゃうのか、それは厳しいな。1年間待ち続けた恋人とうり二つの女性に突然出会ってしまったのだから、そりゃそうだよね、そりゃ手つかないわ。だってもう好きな人が目の前にいるってだけで手つかなくなっちゃうんだよ。もう好きでいきなり消えて、うわー、バスどこ行ったんだあいつ、ありえねえよって思ってた子がいきなり現れたら会社なんて行かないもん、普通。え、うわーって踊りしたね、感動の再会。やっぱりストーカーなんじゃないですか。なんでだよ、そんなわけねえだろ。いや、偶然だね。本当に偶然ですか、まさか待ち伏せしてたんじゃ。いや、本当に偶然だから。ここ僕も帰り道だから。それにこんな寒い中待ち伏せなんてさすがにしない。確かに雪降ってるしね。それもそうですね。すみません、気のせいだろうか。今朝に比べるとあまり元気がないような気がする。あ、面接落ちちゃったんじゃない、もしかして。就活うまくいってないの。やっぱそうだよね、落ち込む理由なんてこれしかない。就活中だって聞いた気がしたからさ、元気がなさそうだったから面接とかでうまく話せなかったのかなって。ごめん、余計なお世話だよね。泣いちゃうよ。あ、やっぱりうまくいってないんだ。今朝の反省を踏まえ、彼女とできる限り普通に接することにした。極力刹那の話題は出さないように、とはという一人の就活生と会話しようと心に決めた。これもまた余計なお世話だと思うけど、僕でよかったら相談に乗る。これでも一応社会人だし、確かに頼りになるよね。会ったばかりの相手にこんな提案をしたら、それこそナンパだと疑われてしまうかもしれない。その正直な話、就活を始めてから手応えのようなものが全くなくて、けど周りに相談できそうな年上の人もいなくて、だからとても助かります。彼女の言葉に僕はほっと胸をなで下ろす。どうやら僕の提案は彼女に好印象だったようだ。それにと彼女が突き出す、事情はよくわかりませんけど、あなたが一生懸命なことは伝わりましたから。ちょっとなんか画質悪いね。ちょっと待ってね、一回調整するわ。こっちのがね、まだ画質がいいんで、じゃあ こっちで行きましょうか。悪い人ではないんだろうなって。あ、そういえばお名前。そういえば確かに俺も名前知らないわ、この主人公の名前。桜井明文。へえ、かっこいい名前してんな。刹那と同じ顔と声で名字を呼ばれるのはちょっと答える。刹那は僕のことを最初から名前で呼んでいたし。なんだ、
あれ、刹那ってどんな声してたっけ。え、急に存在自体が幻なんじゃないかみたいな、なんか自分の頭の中で作った妄想彼女みたいな話になってきた。それは良くないぜ。もし嫌じゃなかったら連絡先交換しませんか。やば、お前ただのナンパだよそれ。え、彼女の反応が意外で僕は少しだけ動揺する。ごめん、嫌だった。うん、そうじゃなくて、桜井さん今朝はものすごい勢いで迫ってきたのに今回はやけに慎重だなって、なんだかそれがおかしくて。いや、あの時はアドレナリンがドバーッと出てたというか、何ですかそれ。ライソでいいですよね。彼女はスーツのポケットからスマホを取り出す。実はですね、彼女はスマホに視線を向けたままつぶやいた。初めに桜井さんに声をかけられた時、この人何の話をしてるんだろうって疑問はあったんですけど、嫌悪感とか嫌だなって気持ちはあまりなかったんですよね。いきなり声をかけられたのに。やっぱりそうだよ、トアの中に刹那がいるんだよ、間違いないでしょ。またあの喫茶店だ。今日はカフェでトアに就活のアドバイスをする約束をしていた。空いている席へどうぞ。特に意識するでもなく、僕の足はあの席へ向かっていた。席に座ると窓の外の様子をぼんやりと眺めながらトアが来るのを待つ。約束したはいいけれど、もしかしたら彼女は来ないかもしれない。いや、もしかしなくともだ。常識的に考えてみれば、昨日会ったばかりの男から就活のアドバイスだなんて、本当余計なお世話だよな。まあ確かに、冷静に考えたら来ないよね。怖いもん。いきなり就活教えてやるよ。連絡先交換しない？で、朝にはいきなり話しかけられてね。ごめんなさい。え？もう泣いてるんだけど。え？ごめん、君を疑ったとかじゃないんだよ。そのあのあれじゃん、なんかあのなんていうの、その疑いジョークっていうかさ、刹那でした。マジでびっくりした。びっくりした。食い逃げだなんて、そんな人聞きの悪い。この日店長不在の職場でちょっとしたトラブルが起きていた。高校生くらいだろうか、目の前の彼女が支払いを済ませずに店を出ようとしたらしい。困り果てた同僚はバイト歴の長い僕に判断を任せたというわけだ。財布は持ってないです。財布がないことにはいつ気がついたの。最初から知ってました。ただの窃盗案だって。はい、美味しかったです。あ、ありがとう、じゃなくて、食べた後支払いはどうするつもりだったの。食べ終わるまでは考えてませんでした。それを食い逃げというのでは。はっ、え、全然違うね、性格というかタイプというか。なんか刹那はすごい天然系というかおっとり系な女の子で、トアは逆に刹那の真反対ですごくしっかりしてる女の子でしたもんね。これやっぱあるわ、絶対そう、自信あるわこの俺の推理。彼女は嘘の連絡先を書いてその場をやり過ごそうとするような子ではない気がしていた。彼女はしばらく考え込むと紙に小さく文字を書き込んだ。刹那さん、それ以外は何も書かれていない。困ったな。食い逃げをしたのが家族に知られるのはさすがに罰が悪いのだろうか、もしくは家族と連絡を取れない事情でもあるのか。例えば家出をしてきたとか、何にせよ難しい展開になってきたな。僕が困り果てているとちょうどいいタイミングで店長が帰ってきてくれた。僕は店長に事の顛末を説明し、そのまま彼女の応対を任せることにした。これが僕と刹那の出会いだった。いいね、出会いってどこで始まるか分かんないね、こうやって聞くと。最初はだってただの食い逃げとあのバイトっていう関係性なだけですからね。桜井さん、お、トアだ、トアリターンズ。気づいたら横にいるんだけど。ああ、ごめん。どうやら僕はトアを待つ間に眠ってしまっていたらだだだ。ちょっと喉のチューイング。仕事の疲れが取れていないんじゃないですか。大丈夫ですか。いや全然大丈夫。そんなことより今日はありがとうね。いえ、こちらこそありがとうございます。正直な話、今日は来てくれないんじゃないかと思った。どうしてですか。冷静に考えてみたら僕ってだいぶ怪しいやつだったし。あはは、確かに。でも約束しましたからね。約束はちゃんと守らなきゃ。きっと彼女は誠実で素直な性格なのだろう。それじゃあ早速始めようか。面接練習すごいな。ノートには現状面接を進めている企業や業種などの詳細な情報が丁寧にまとめられていた。すごいね。ナンパ野郎の僕への対応も丁寧だったから、きっと面接も問題ないだろうし。ナンパ野郎って。これでは僕の出る幕なんてないのでは。僕は少しでも彼女の力になれないかとパラパラとノートをめくる。
寿司丸総合職3次面接まで合格、朝日電気事務職2次面接まで合格、空文庫営業職次が最終面接、止水道総合職、めちゃくちゃ大企業じゃないさっきからさっきから大企業だし、確かに職種はバラバラだね。外資棒はどこなの？トアが首をかしげる。そのまま絞り悪く黙り込んでしまった。考えがうまくまとまらない。しっくりくる言葉が見つからない。彼女からそんな雰囲気を感じ取れた。もしかしたら就活がうまくいかない理由って、トアさんはさ、自分のやりたいこととか夢ってないの？やりたいこと。彼女の瞳から光が消えかけていることに気づいた僕は慌てて言葉を付け足した。難しく考えなくても大丈夫だよ。子供の頃何になりたかったとか、誰といる、何をしている、自分が好きかとか、そういう話で十分だからさ。ありきたりな話かもしれないけど、就職活動の第一歩は自分が何をしたいのか、すなわち自己分析から始まるんだと思う。これ皆さん、就活生の皆さん、これすごくいいこと言ってますよ。自己分析です、就活生の皆さん。大切。自分が何をやりたいのか。やりたくないことを仕事にして頑張るよりも、やりたいことを見つけて仕事にする方がいいけど、やっぱ仕事でやりたいことなんてやっぱ分かんないんですよ。だとしたら何を基準に決めるか。もう何でもいいんです。人柄の良さとか、福利厚生の良さとか、もうそういうので絞って決めていく。あとは入った時にもう割り切って仕事をする。それしかないです。よく分かりません。淡々と話をする彼女の姿は痛々しくもあり、彼女はもしかしたら空っぽなのかもしれないと思った。これまで全部他人が決めてくれたから、考えたこともなかったです。自分が何になりたいかなんて。そうなんだ。はい。やっぱりこのままじゃ良くないですよね。うん、そうかもね。会社は新しく入る人のやる気や熱量を面接で見ている。そういう意味では彼女は他の就活生に比べると不利な状況にいるのかもしれない。桜井さんの仕事の話を聞かせてくれませんか？僕の仕事の話？桜井さんが今されている仕事に対してどう思っているのか、どうやってその会社を選んだのか、参考に教えてほしいです。深夜残業、急な依頼のキャンセル、手戻り、上司の怒鳴り声、仕事と聞いて僕の脳裏に嫌なイメージが次々と浮かぶ。やだね、こんなの教えられない。確かに。慎重に言葉を選んだ。雪城社？わかります。県内で結構有名な出版社ですよね。僕はそこで働いているんだけどさ、僕は子供の頃から本を読むのが好きで、どんな形であれ本に関わりのある仕事がしたいなって思ってた。うん。僕が思う出版社の一番の魅力は誰かの門出に立ち会えるところかな。ああ、なるほど。新しい漫画家さんのね。小説や漫画は書籍にするときにさ、漫画家さんや小説家さんの話をたくさん聞くんだよ。自分はこういう思いで作品を描いている、こんなものを世の中に出したいんだって一生懸命語ってくれるんだ。中には寡黙な人もいるんだけど、でも胸の内にはすごい熱いものを持っていて、そういうさ、作り手の思いとか夢を聞くことができて、その夢を一緒に形にできるところが僕は好きで、彼女のために綺麗事を並べるつもりだった。でもトアに説明している内容の全てが嘘を偽りなく自分が仕事に対して感じていた魅力で。ごめん、出版社で働いてるくせに話にまとまりがないね。とても素敵だと思いますよ。僕の話を聞いたトアがぽつりとつぶやいた。私も見つけられるのかな、自分のやりたいこと、なりたいもの。なるほど。なんかすごいいい関係になってきましたね。お、これは刹那だね。もう騙されない。服の色でわかるから、もう顔は正直わかんないよ。もう似すぎとかそういう事件じゃない。うーん、どうしようかな。よし、決めた。 B ランチセットで。彼女は翌日も僕のバイト先に顔を出していた。食い逃げ犯がどうしてまたここに。食い逃げ犯じゃなくて刹那ね。ちゃんと名前で呼んでよね。刹那はむすっとした表情のままパンケーキを口へ運ぶ。そしてそんな彼女の様子を微笑ましく見守る店長。何なんだこの状況は。僕は店長にこそっと耳打ちをする。どうして今日もあの子がいるんですか？ん？ああ、実はあの後彼女のご家族とご連絡が取れてね。もちろんその時にお金を払ってもらったんだけど。ほら、食い逃げ犯じゃなかったじゃん。決めつけは良くないよ。結果的にはそうかもしれないけど。というかどうしてそんなに偉そうなんだよ。店長の声が大きすぎて普通に彼女に話聞かれちゃってるし。それでね、聞いてよ桜井くん。彼女、うちのカフェのメニューが絶品で毎日でも食べたいくらいだから、ぜひうちで働きたいって言うんだよ。僕それが嬉しくてさ。桜井くん？刹那が不思議そうに首を かしげる。ああ、桜井明文、僕の名前ね。ふーん、
桜なのに秋ってちょっと変だね。言われてみれば確かに言われてみれば。店長が僕の肩をポンって叩く。彼女は今日からうちで働くことになったからさ、いろいろ教えてあげてよ。なぜ僕が？だって桜井くんが一番せつなちゃんと年が近いから。え？彼女高校生で。そうだよね。いや彼女二十歳だよ。え？この子僕と二つしか違わないのか。言動があまりにも幼いからてっきり高校生かと。二十歳なんだ。店長この人クビにしましょう。怖すぎ。バイトリーダークビ。これからよろしくね、ふみくん。お、なんだ、この記憶すら幻みたいな。あ、まただ。トアと出会ってから、セツナとの日々を思い返すことが多くなった気がする。つい先ほどまで僕は彼女に就活のアドバイスをしていた。僕がトアと会うのはこれで7度目だ。会いすぎじゃない？急に進展した？ここの数日で僕らの距離はぐっと近づいた気がする。これはいいことなんだろうか。もしトアが本当にただセツナに似ているだけの、彼女と全く何ら関わりのない女の子だったら、僕はトアをセツナの代わりにしようとしているのではないか。ダメだ。僕は少し疲れているのかもしれない。今日は早めに寝よう。僕はそのままカフェを後にした。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方は、チャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。